ラスの得点によってアピールしたいっていう気持ちも見られますし、また茶島がうまいよ、狙ってた、うますぎる、うますぎる、2点目アシスト、これは点目ゴール、茶島を褒めるしかない、笑顔出るよ、笑ってもう笑顔こぼれる、今のシーンはまさに波乱一勝、森保監督、これはうまい、ここに来て出番を得た茶島がゲームを決める3点目、冷静でした。我々もハーフタイム茶島すごくないって話してましたけど、この切り返し。